こんにちは、たつくりです。今回は折り紙でかぼちゃを持ったお化けを作っていきます。お化けとかぼちゃは別々に作って持たせています。以前に紹介しているお化けとデザインは同じなんですが、以前のお化けは持たせることができないので、今回は少し改良して持たせれるようにしました。さらに小さく作って頭にかぶせても可愛いです。とても可愛いのでぜひ作ってみてください。他にもたくさんの可愛い作品を紹介しているので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。では早速作っていきます。まずはお化けから作っていきます。裏返してこの向きにします。下の角を上の角に合わせて折ります。左右の角を合わせて折り筋をつけます。上の角を1枚だけ下の中心に合わせて印をつけます。少しだけ押さえて戻します。上の角を1枚だけ印に合わせてもう一度印をつけます。上の角を1枚だけ先ほどつけた印に合わせて折り筋をつけます。左右の角を一番上の折り筋の端に合わせて折ります。折れたら戻します。斜めの折り筋に沿って中割り折りします。一度開いて谷折りの部分を山折りにします。そのまま閉じます。こんな感じですね。左側も同じように折ります。上から1枚持って左右の角で下へ折って戻します。左右の角を2枚とも中心に合わせて折り筋をつけます。
下から上へ裏返します。下から1枚だけ持って左右の角で上へ折ります。左右の下から出た部分を縁で上へ折ります。今折った部分の折り筋の上を折り筋の下に合わせて折ります。今折った部分の内側の端を水平に折って戻します。折り筋に沿って中割り折りします。一度開いて折り筋に沿って角を押し込んで折ります。上を少しだけ後ろへ折ります。2つの角を上の角に合わせて後ろへ折ります。裏返します。左右の折り筋で折ります。左下の角を中心に合わせて折ります。右下の角を中心に合わせて折ります。中の1枚を左に引っ張り出して角まで折ります。下の端をくぼみに合わせて折ります。上から出ている部分を縁で折ります。
裏返します。ペンで顔を描きます。かぼちゃを持たせる場合は少し上に描いた方がいいです。これでお化けの完成です。次はかぼちゃを作っていきます。裏返してこの向きにします。上の角を下の角に合わせて折ります。左右の角を合わせて折り筋をつけます。左右の端を折り筋に合わせて折ります。下の角を上の角に合わせて折ります。折れたら戻して左右も開きます。下から1枚だけ持ってこの折り筋で折ります。斜めの折り筋で折ります。折り筋で折ります。裏返します。上から1枚持って左右の角で下へ折ります。下から出た部分を後ろへ折り込みます。上の2つの角を折り筋のあたりの上に少し乗せて折ります。縁に乗せた部分を後ろへ挟みます。上から出ている角を根元で下へ折ります。今折った部分をすぐ下で折り返します。これで完成なんですが、上を少し折ってもいいです。どちらでもいいので、お好みで折ってください。裏返します。ペンで顔を描きます。これでかぼちゃの完成です。お化けにかぼちゃを持たせます。これでかぼちゃを持ったお化けの完成です。ぜひ作ってみてください。もし気に入っていただけたら高評価やチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までのご視聴ありがとうございました。